こんにちは、野良です。夏コミ近いです。参加するの？参加するの？意気込みは？去年があれだったんで悩んでます。じゃあ良さそうなのがあれば。はい。熱中症になりかけてカメラマン2人だったらどうする？熱中症になりかけて、そうそう、さっさと撮って終わらせて消える。YouTuber になる。 YouTuber になる。コミケで YouTuber になったところでってのもあるんだよね。ここ剥がされました。はい。ということで本日の衣装はこちらです。なんだろう、なんかついてます。ウィッグ。なんかね、セラーからウィッグの色は薄いんだけどいいかなってきて、いいよって言ったらおまけついてきました。すごいなんかかの国っぽい。入れとけみたいな。ヒント、推しの子。推しの子ヒント。推しの子知ってんの？見てないでしょ。見てないけど、あのよくビジュアル出てるじゃん。そんな色ないでしょ。で、実際知ってんのそれ？え、当てらないの？実際知らないようです。セーラームーンじゃないでしょ。違います。じゃあ、わからない。開けちゃう？はい、オープン。じゃあ、こちらは応募者全員サービス。全員？じゃん、ウィッグ。水色です。それは薄いんでしょ。うん。ええ？ロックマン。髪につけるな。全然わかんない。ストッキング。おお。加圧ベルト。来ました、加圧。加圧しちゃうよ。アームカバー。お、ヒント。そして、スカート。お、あ、分かれてんだ。うん。ほら、こんな感じ。そして、ビロン、浮気でございます。涼しそう。ね、マジで、わからん。え、ほんと？なんで？わかった。え、どうした？何でわかったの？ここらへん。やっぱそこらへんがヒントだから。うん、わかった。どうぞ。タイトル、キャラ名。この素晴らしい世界に祝福をの、アクア。正解です。珍しい。ロックマン、髪の毛ついてたっけあれ。え、違う、頭にこう。あれか。あの、女神ヘア。あと、アームカバーもヒントになったな。アームカバー、うん。アクアといえば？アクアといえば？うん。バカ。バカといえば？気づいてません。アクアといえば、履いてない。そうなの？知らないの？知らない。スカートが短くてよく下が見えるんだけど履いてないように見える。そういう仕様なんですよ。へー。お尻が見えてね。はい。要はあれあれ、サキみたいなやつよ。あ、はいはいはい。ああいうノリ、ああいうノリ。スカートが短くて、はいはい、分かるでしょ。はい。やっぱサキが先駆けなんだけど。サキは先駆けだよね。うん。だからこれもこれで表現していくと。なるほど。あなたにぴったり、でかいアクア。どうでしょう。でかアクア。じゃあアクア着ていきまーす。アクアのバストは普通。なんか調べると意外とあるんだけど。汗かかないでください。無理です。今回くるくる帽子があります。じゃじゃーん。着替えの楽でした。そしてこいつストッキング壊しました。逆だったらどうなってた。めちゃくちゃ詰められてました。難しいです、ストッキング。それで済まないです、私がやってたら。男は履かないです。これもう夫婦喧嘩やばいです。スカートの丈もうちょいいけそうですね。アクアのスカートはこんなもんじゃないっすね。もっとです。ね、わかる？もうなんかね、ギリギリのギリなんですよ。でももうこれ以上、今ここまでスカートです。スカートの丈がね、理想通りにいかないっていう。セーラームーンの衣装もそうなる。だいぶスカート丈こんな感じじゃないでしょうか。本物に近づいてかな。どうぞ、じゃあ一周してください。本物はね、これにね、ブーツ履くんだよね。こんな感じ、なんか分かりますかね。こんな感じ。どうでしょう、コミケでいけそうですか。なんだこの人。検討します。で、ドラクアの場合はね、ブーツ買わないといけないんですよ。青、ちゃんとしたやつ。青、ロングブーツ、ちゃんと買わないといけない。下せません。チュンリー青くする。はい、またチュンリーの時は白くする。じゃあコスプレダンスします。レッツダンス。カズナー、カズマチン、クリスマスよー。あ、なんかちょっと似てるかもしれん。カ
なんか今目がカエルみたいになってた。はい、コスプレダンス、また別動画にしよう。はい。筋トレはメンバーシップとファンティアでお楽しみください。お楽しみください。違うでしょ、声。お楽しみください。全然違う。はい、ということでこれで筋トレするので、続きはメンバーシップもしくはファンティアをご覧ください。それもやったんじゃない今。やりました。コスプレダンスはショート動画を見てください。もう時間がないです、熱すぎます。これ私もしこれで夏コミ行ったらどうなっちゃう。溶けてるよマジで。選択される、今一度この国選択候補ということで、また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。ね、ニールがなんとかだねって。え、ニールがなんとかだねって。あ、それがニールね。それがニールか。